ご存知、橋本でございます。ということで、お盆が過ぎて9月に入って、朝晩かなりね、宮城県涼しくなってまいりました。ということで、もうね、夏野菜がもうこんな感じなんで、秋冬用の野菜をね、どん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 定食、しているわけなんでございますが、今回ね、ちょっとね新しい、試みといたしまして、じゃがいもの方ね、周到で作付けしたいと思います。まあ試験的になんで、ちょっと4本うね立てて、そこにじゃがいもの方を定食しようと思ってるんですけども、まあじゃがいもはね、もちろん皆さんご存知のベストイヤーということで、もうね、7月に収穫したのが芽出てますんで、こちらの方ね、ポン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 定食していきたいかと思っております。まあっていうのも、なぜ今定食なのかと言いますと、まあ、よくね、うちら方の、地方でも、あの二度芋ってジャガイモのこと言うんですよね。二度芋って、まあ二度芋っていうのは年内2回収穫できるから二度芋っつってるんですけども、まあその通りであって、まあある程度ね、あの生育期間が素早いっていうのもジャガイモのね、一つの特徴でございますし、あとはやはりこの宮城県なんていうのはジャガイモの収穫時期っていうものが7月から、7月だったりね、6月後半っていう形になりますけど、やっぱその夏場の時期ってこの消費量ね、皆さん食べないですね、こんなクソ暑い時で、まあそこが収穫なんだけども、結局消費は伸び悩むということで、まあ今回、この秋冬ね、寒くなってやっぱジャガイモが食べたいなと、ホクホクしたものが食べたいなという恋しい時期に当たるようにね、今回ちょっと試して、いきたいと思います。早速ジャガイモの定食いってみよう。はい、ということで、こちらね、
じゃがいもの定食の方終了いたしました。いやー、まずね、今回ちょっと畝幅をかなり狭くして、まあ芽が出てもらわないことには困るということで、ね、もう密植で行きました。まあ本当にどういう風に育ってくれるか、ね、本当に試験段階なんで、まだまだ未知数ではございますが、まあ、順調に育ってくれることを期待したいと思います。そして冬にね、美味しい新じゃがを食べたいと思います。はい、ということで今回は二度芋じゃがいもの秋定食をお送りいたしました。それでは皆さん、さようなら。